こんにちは、矢沢健一です。今日の注目選手は中日のエースですね、大野雄大、投手と、それから、3年目を迎える根尾昂選手です。大野雄大は昨年沢村賞も受賞しまして、それも11勝6敗ですか、なおかつ10完投ですからね、10完投の6完封ですか、すごい成績でしたよね、なおかつ防御率が 1.82 ですからね、その大野投手がですね、このキャンプ入ってですね、4日目、初めてブルペンに、入ったんですけども、ピッチングらしきことは あんまりやってなかったですね。ただピッチャーのそのマウンドの、シャドウをこう確認するだけで、まあ、20、30球キャッチャーがまあ立ってですね、立ち投げというか、いわゆるねマウンドの、雰囲気を確かめたと。だってその前に、中日の茶谷のブルペンは、いっぺんに10人投げれるんですよ。こんな広い、どこの球団行ってもこんな広いブルペンないですから、落合監督の時にそのブルペンを作ってね、10人いっぺんに見れるから、まあ解説者としては非常に、仕上がり具合がそれぞれ分かってよかったですけども。そのピッチング練習が、みんなのピッチング練習が終わってから、大野君が一人その10人投げれるブルペンの真ん中に立ってですね、そして、いやほら、こう投げておりましたけども、まあ昨年の、疲れも、まあ、11月までプレーしてましたからね、まだ今年の気分の転換っていうのはできてないと思うんですね。だからそういう意味で、ゆっくりスタートしようということで、まあ明日中日は休みですから、次の第2クールからは、ブルペンに入って、本格的なピッチングに入ると思うんですね。彼は彼はというよりね、今日ね、チャタンのキャンプに侍ジャパンの監督以下コーチが来ておりましてね、まあ監督というと稲葉監督ですけども、まあ挨拶がてらというか、まあ後方選手に当たりをつけるというかね、おそらく大野雄大も、入ると思うんですね。中日ではどうかな、大島とか高橋周平クラスまで入るかな、京田もどうかなという具合ですけども、その稲葉監督が与田監督に挨拶をするというね、人選がそろそろ夏のオリンピックに向けて人選が始まり出しました。まあ大野雄大君の話ですけども、彼はあんまり球種は多くないんです。まっすぐ、フォークですね、それから、まあ、カーブというかスライダーというか、しかし去年は非常にストレートの伸びが良かったですね。だからストレートがいいからやっぱりフォークがねよく決まるというか、三振もよく取っておりました。出だしは2連敗3連敗去年しましたけども、その後はもうほとんど完璧にチームのエースとしてやってのけましたよね。今年は、これからですね、彼の、キャンプが始まるのはこれからだと思います。休み明け6日から注目です。そして2人目は3年目を迎えて、まだ1軍の、まあ1軍では2安打、この2年間で27打席2安打ですからね。その3年目を迎える根尾昂選手ですけども、まあ、本当はね午前中はショートを守ってましたから、まあ、フォーメーションプレーだとかバントシフトの、模様をの中継で、
やっておりましたけども、まあ、中継の画像がねこう俯瞰で撮ってるんでね、なかなかその根尾君の守備等もね、まあ、判断できないっていうかね、どんな動きになってるのか、それが残念で、ならないんですけども、まあ、京田と一緒にショートのポジションを守ってました。まあ、京田君のね、実績と比較すれば、京田の守備ね、それから守備と走塁と、根尾が頑張る、強打に追いつく追い越せならば、この打撃で頑張る以外ないんですよね。まだ強打にその守備走塁等ではなかなか追いつけない。そのバッティングですけどもね、ちょっと変わりましたね。というのも、昨日はあのロッテのね臨時コーチの松中臨時コーチの話をしましたけども、今日はね中日の臨時コーチが辰浪君です。辰浪君が一生懸命まあ根尾君ばかりじゃなくて他の選手にも教えてましたけども、根尾にはねことのほかもうね、まあ、一生懸命ですよ。根尾が、ゲージに入るともうゲージにねゲージを抱きつくように、ネオのバッティングを中止しておりましたけども、こう深く去年のネオを見ると高くグリップを上げてね、そしてこのバットのヘッドが後ろの方に入る、こう入ってしまうね。そうすると真ん中から外のそのゾーンに対してはセンターからレフトの方へ打つことができるんだけど、どうしてもこのインサイド、このプロの2軍のピッチャーだったらなんとかさばけるんですけども、やっぱり1軍に上がった時にこのインサイドは、まあ、バットの出が、遅くなる。だから早くしようとすると体がこう開いてしまうという、状態だったと思うんですね。それを、立浪、臨時コーチがもうこの左の胸のあたりで構えさせてね、この辺で構えて、そしてテイクバックを取るときにこう力を抜いてね、力を抜いてテイクバックをこう上げて取ってるんですよね。辰浪君のなんか現役時代を彷彿させるようなそんなタイミングの取り方ですけども、こうして柔らかく取ってるんですよね。ただ今日はバッティングピッチャーじゃなくて、左の、岡田投手がバッターに対して投げておりましたんでね、なかなかやっぱりピッチャーですから、岡田投手ですから、それも左だしね、なかなかこの差し込まれてね、ゲージの外に出なかったりね、いい当たりがほとんどなかったんですけども、まあ、だけどそうやってこのキャンプ、まあ、1ヶ月間立浪臨時コーチと本当マンツーマンでねやってるんだと思うんですね。ぜひいいところをね学んで吸収してですね、自分のものにしてほしいなと思います。まあ今年もう3年目ですから、なんとかね、ものになるように、ショートばっかりじゃなくて、まあ、外野もできる選手ですから、足だって6秒0早いですからね。そういう意味ではどっかのポジションで試合に出れるようにね、そういう選手ユーティリティープレイヤーになってほしいなと思いますね。今日は大野雄大投手と、そして根尾昂、3年目の若い根尾昂選手のお話をしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。